級食パンなんですけれども、高級食パンが生まれた場所っていうのが関西ということで、今あの関西は高級食パンの聖地っていうふうに言われております。そういう点ではこの四国の中で特に関西に一番近いところっていうのが徳島なので、そういう点ではあのこの高級食パンのことをよく知ってるこの四国の徳島ですねを1号店の場所として選びました。こちらの水にこだわる高級食パンですね、1種類ですね、の販売になっております。サイズの方は1本2斤サイズになっております。はい、まあ我々のこの食感甘みっていうのはやはりあのこの仕込み水ですねにアルカリイオン水を使うということで、このアルカリイオン水がですね素材のうまみ成分であったりとか、柔らかさっていうのを引き出す力があるということで、このやはりあのパン作りにですね、アルカリイオン水を使うということが、我々この甘さ柔らかさを引き出す力になっております。銀座にしかあの水にこだわる高級食パンなんですけれども、この食パンをですね、食パンが時間のとともにですね、時間の経過とともにですね食パンが変化をしていくので、そういう点では買っていただいたら1日目2日目っていうのはそのまま食べていただいて、そしてまた2日目3日目っていうのは焼いていただいてトーストして、サクサクの食感を楽しんでいただくというような形で、そんな食べ方の楽しみ方を教えていただきたいなというふうに思います。はい、この徳島で、高級食パンといえばですね、銀座西川って言っていただけるようにですね、この徳島の地にですね、しっかりあの根付くようにですね、これから頑張っていきたいなというふうに思いますので、一つよろしくお願いいたします。